ガウさん、マックス、トキ315号さん、マーボーさん、ヒロシンさん、カピオジさん、ゲンさん、音速の貴公子さん、マッツンさん、めぐみのさん、エニョさん、ナオさん、ドリーマーさん、マスルさん、ミャーさん、スエンさん、こんにちは。やっほー、ミッチさん、こんにちは。今日は起きれたよ。カワムーさん、ムクロジさん、こんにちは。カピオジさん、バラありがとうございます。今日で1000回目すごくない？待って、カピオジさん、だるまありがとうございます。マックストキ315号さん、小判ありがとうございます。マスルさん、ハートありがとうございます。うなんさん、シュウさん、こんにちは。1000回ってすごくない？てか私も1000回も配信してんだ。めぐ姉さん、こんにちは。いやー、ゆうさん、こんにちは。今日は特に何の予定もないので、このあと溜めた洗濯やら掃除やら一気にしちゃおうかなと思います。なんかこっちに帰ってきて、てかもともと実家にいて、こっちに帰ってきて、まあイベント始まったり、あと自分で予定を入れたりとかしてて、全然家のこととかできてなくて、すごい嫌なんです今。知らないんですけどって感じだよね。なんだけどすごい嫌なんですね、個人的に。だからちょっと今日はそういう日にしようかなと思ってます。で、後ほどちょっと日用品の買い物に行こうかなって感じ。なんかさ、家のものってさ、なくなるとき一気になくなるのあるあるじゃない？洗剤の替えがないとかさ。私今シャンプーとトリートメントがなかったり、あとなんだ、あとマウスウォッシュがないとかさ、なんかもうそういうの一気にさ来る。なんなんだろう。ポコさん、だる、あ、だるまじゃない、バラとだるま、ありがとうございます。ポンさん、こんにちは。ハクロウさん、こんにちは、ハート、ありがとうございます。シュウさん、だるま、ありがとうございます。キムさん、おバカさん、こんにちは。ナナシさん、こんにちは。あ、確かにイベント参加してるときは配信参加してる、確かにね、それはそうか。ポコさん、ハート、ありがとうございます。ナイスミドルさん、ケンさん、シュウちゃん、こんにちは。ね、あるあるだよね。天使さん、こんにちは。猫砂、それは買わなかったら、あ、ボディーソープ、え、そう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 、そういうのさ一気になくなっちゃったりとかして、あれって感じになる。なおさん、こんにちは。スペースシャトル、ありがとうございます。おう、としさん、こんにちは。なんか今日はでも割と早めに、早めにっていうかちょっと余裕を持って起きてました。いつもだったらギリギリに起きるんだけど、今日は余裕を持って起きた。桃太郎さん、ひろのりさん、こんにちは。スエンさん、バラ、ありがとうございます。で、見てネイルチタ、え、可愛くない？これ普通のジェル、え、可愛いよね。ほら、ハートつけた。なんかさ、バレンタインみたいになっちゃったと思って、別にそういう、あれじゃなかったんだけど、バレンタインネイルみたいな。あ、無音でステージ、アンスケラボジ、ありがとう。ナモナモさん、こんにちは。明太ジャイルさん、ハート、ありがとうございます。慎太郎さん、こんにちは。バンフィーさん、ナオタンさん、鈴人さん、こんにちは。え、可愛いでしょ。なんかシンプルだけど、たまにはこういうのもいいなって。わあ、爪からのボディーソープ間違って、シャンプーボトルに、え、シャンプーが入った状態でボディーソープ入れちゃったってこと。123、エリオさん、こんにちは。明太チャイさん、だるま、ありがとうございます。いいでしょ。なんかこれ簡単にできるみたいな感じでインスタに流れてきてて、前にやりたいなーって思ってたの。全部同じなんだけど、めっちゃ可愛い。地味だけど。ダレルンさん、こんにちは。
なんかさ、今までさ、なんかちょっと半透明っていうか乳白色みたいな色を塗ってたんだけど、なんか気になってさ、撮りたくなっちゃうの。すごいイカれてるよねマジで。そうだから、なんかこういうちょっとさ手の込んだやつにしたらあれかなと思って、いいかなと思って、ちょっとこういう感じにしてみた。朝活。あー、そういうことか。もうそしたらさ、シャンプーを諦める？全部入れちゃったの？桃太郎さん、ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。ダレルンさん、親衛隊176人目、ありがとうございます。でもさ、一応さ、この波が止まってないのも嬉しい。この親衛隊なんか増えない日があるみたいなのがないから、今のところは1日10人ペースはちょっと崩れてきてるけど、でも嬉しい。なんか前の日の分は次の日に達成できてるみたいな感じになってるから、一応今1日遅れぐらいだから、まあまあまあ後半の方になってきたにしてはいいんじゃないですかって感じするけどね。ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。123HP ありがとうございます。あ、確かに反射で、あ、こういう時ね、反射で金に見えるって。確かに確かに。あ、そう、かさぶた取りたいみたいな感じ。そうだけど、これだったら見たら、あ、ネイルしてるってなるから、さすがにこう取りたいとはならないね。しかもちょっとめんどくさいからさ、やっぱり普通に色塗るよりだけよりもちょっとめんどくさいから、こういうのをやってみた。シンプル、そのまま使ってもがでもなんかさ、あれじゃない、髪洗浄力が上がっちゃって髪バシバシになりそうじゃない。カズさん、ヨッタさん、こんにちは。ヒデニャンさん、ジュンさん、ニックネームさん、こんにちは。長尾さん、キミゾラさん、ヒサさん、こんにちは。豆の目さん、こんにちは。とか言って夜に全部違う、いや夜はやばいね。大丈夫だと思います。爪を頑張って伸ばしたい。ニックネームさん、ポポロリポップ、ありがとうございます。伸びてはいるんだけどね。ジズさん、こんにちは。シャンプーの方がボディーソープよりも強力。あ、そうなの。まあ気にならなかったらいいんじゃないですか。別になんか絶対ダメってわけじゃないじゃん。だからマウだったらやめるけど、気にならなかったら使っても平気そうではある。ニックネームさん、ハートありがとうございます。なんなら新宿周辺でビラ配やばい。でもさ、そういう人いるよね。渋谷のさ、スクランブル交差点のところでよくいるアイドルさんみたいな、とかメンチカみたいな人とかいる。みんな同じ顔に見える、みんな綺麗な顔で。ゆうさん、こんにちは。うわ、ショコラタルト朝から。朝でもないか、美味しそう。いいの。まめなめさん、ハートありがとうございます。ゆうさん、だるまありがとうございます。はこおじいさん、こんにちは。ジーズさん、スペースシャトルありがとうございます。人差し指はなかなかね、いい爪なの。私は人差し指だけ、この横長。でもさ、この爪なんて言えばいいの、あのピンクのところとさ白のところがあるじゃん、爪って。でさ、その境目がさ見えないから、色を塗ってると多少はねマシに見えるんだよね、その地爪よりも。ほら、多少普通に見えんのよ。ね、不思議だよね。これこそ錯覚ですね。で、自分で限界まで綺麗に伸ばして
ネイルサロンでやってもらいたい。可愛く。かぼちゃさんこんにちは。タオルリボンの高弘さん、羽鳥さんこんにちは。ひささんバラありがとうございます。ダレルンさんハートありがとうございます。そういうこと。これは自分でやったよ。これは自分でやった。材料はね、100均のネイルなんだっけ、だから500円くらいかな多分全部で。でも塗るのも別に1回しか使えないわけじゃないから、コスパで考えたら300円か200円くらい、100円くらいかな。です。セルフネイル。これはね、毛根さん、小山さん、鈴木一郎さんこんにちは。生え始めの方の半月の週、あーなんか この根元のところ、なんでだろうね。それも人によって全然違くない？全然いっぱいある人と全然ない人。お刺身さん小判ありがとうございます。そう、掃除機かけたい。掃除機かけて洗濯して片付けかな。とりあえずもうすごいです。本当に自分でやると聞き手やりにくい。うん、慎重になるよねやっぱり。なんか適当に塗るとさ、はみ出しちゃったりとか、なんかあのこの爪の一面でさ、厚さが違うところがあったり、これこうやって見た時に表面がガタガタしてたりとかすることがあるから、そうならないようにあのなんか右手、利き手が右手なんだけど、右手で左の指を塗るよりも時間がかかるかなって感じ。タカミーさん、オリゼーさんこんにちは。だからその点ほら、ネイルチップとかは別に関係ないじゃん。全部そのもう自分の指と爪が別々のものだから、爪っていうかそのチップがね、別々のものだから、全部右手ってか利き手でできるからさ、それは楽なんだけど、やっぱ生活はしにくいよね。その自分の指から生えてる爪ではないわけじゃん、ネイルチップって。後付けだからやっぱ取れるときは取れるしみたいなね。そう、なんか気を使わなきゃいけない。なんか生活できないわけじゃないんだけど、まあお風呂とかは無理だし、なんかやっぱなんだろうな、うん、まあなんかネイルチップしながらそんなことするときないけど、あの例えて言うなら、ペットボトルの飲み物をコンビニで買ったとして、それであの飲み終わりました、でラベル剥がすじゃん。その時のこういうさ、あのなんて、結構ピタッとくっついたものを剥がすとかでさ、結構力がいるじゃん意外と、ああいうの。そうだから、そういうのとか結構そういう動作が厳しいかなって感じ。だから地爪がいいんだよね本当は、楽だから。総一さん、ももちさんこんにちは。わいまつさん小判ありがとうございます。ひろろんさんこんにちは。ももちさんバラありがとうございます。引き手施術するときは、あー手の方をね、うーんそうなんだよね。そう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 、毛根さん小判ありがとうございます。ももちさんハートありがとうございます。たけさんこんにちは。わいまつさん小判ありがとうございます。かりん姫さん、じゅんいちお兄さんこんにちは。あ、ももちさんありがとう、またね。あーね、やっぱそうなんだ、手を動かすといい。でも結局さ、なんかその爪の先の方とかのさ、細かいところはやっぱさね、持ってる方を動かさないと変になっちゃうからさ。みーさんこんにちは。そうなんかね、ネイルチップ、
なんて言うんだろう、ネイルグルーっていう、もうその地爪にノリで貼り付けちゃうみたいな、そういう専用のノリで貼り付けちゃうっていうのがあるんだけど、その方がまあ強度は上がるけど剥がすのもめんどくさいみたいな、ちゃんとやらないとボロボロになるから爪が。なかなかね、あのメリットデメリットが多いから、やっぱりあのまあ一番いいのはサロンでやってもらう、こういうなんかシンプルなやつでもサロンでやってもらったりするのがいいんだけど、でも私はさ元の爪の形が悪くてなんかあんまり好きじゃないのね。だからとりあえず健康に伸ばしていきたいのよ、行くとしたら。そうだからあの補強のために今やってるって感じかな。しゅがきさん、レインボースターじゃなくてこれ流れ星、ありがとうございます。カレーライスさん、こんにちは、ハートありがとうございます。そうだね、あとは慣れだよね、うん、仕事がラベル剥がすじゃんってさ、もう当然のごとく言う。え、でもさ捨てるとき剥がさん、みんな、え、剥がさない確かにね、当時はねラベル剥がしてたわ。てか剥がしてたのしか置いてなかったわ。全部剥がれてたから何のお茶かわからんみたいなねそう、キャップとかに書いてあるやつはいいけど。ラッケノさん、こんにちは。タカトシさん、こんにちは。バラありがとうございます。ハラちゃん、焼肉大好きさん、こんにちは。もとゆきさん、こんにちは。そうだね、あ、確かにラベルレス、なんかイロハスとかそういうボトルありますよね、見たことある。あ、今日なんか予定ないって言ったけど、今日は夕方に眉毛サロンに行きます。やっとこのボサボサ眉毛とおさらばです。やったね。みみーさん、だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。剥がさないやつ世の中だと本当に、あー確かに、そうなんかはもともと結構昔はさそのままポイってしてたかもだけど、でも剥がすな。ヨッタさん、かわいい、ありがとうございます。ハートもありがとう。ミルクテイさん、こんにちは。ミミーさん、ハートありがとうございます。そう、今日は眉毛のサロンに行くんだ。やっと眉毛が綺麗になるんだ。なんかさ、こうやって遠くから見てる分には全然普通、まあ、まあまあ普通なんだけど、なんか近くで見るとやっぱ周りにピッ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 ってさ細かい毛が生えてくるのよ。それがすごい嫌。あーやだやだ。大関さん、どんてんさん、こんにちは。そう、なんか別にさ支障なさそうなんだけど、こうやってねあの濃い眉毛がちゃんと残ってるから支障なさそうなんだけど、意外と邪魔なんだよね。そうだから行ってきます。オルニストさん、こんにちは。大関さん、ハートありがとうございます。こっちゃん、初見さん、こんにちは、ありがとうございます。自分で髪剃りで剃らない、いや剃るとさやっぱ剃り跡残るし、剃らない方がいいんだよね。ちゃんとやってもらった方が綺麗にはなる。ごま豆腐さん、こんにちは。そうで、私は眉毛の形がコンプレックスだからちゃんとしたいのよ、こだわりポイントなの。ザルうどんのかよちゃん、こんにちは。ひろいちさん、しゅうけんさん、こんにちは。あみゅうさん、こんにちは。TM さん、こんにちは。まあね、周りのやつは自分で抜いちゃってもいい。まあね、そう。でもなんかあれなの、ま、周りをきれいにしつつ、このなんていうの、本命の眉毛、地眉毛も整えてほしいから行ってくるのだよ。まあいいのだよ
オルニストさんハートありがとうございます。髪色良くなって、まあ確かに落ちてはきたよね。オリーブは抜けたけど、ちょっと次もっと明るくしたいな。なんかマジミルクティーベージュみたいなのにしたい。でもブリーチしたくない、ギリギリで。でもまた次行くまでにもっと落ちると思うから、まあ経過を楽しみつつだよね、こういうのは。カラーボトルからの再生ペット100円分作るのに100円以上コストかかる。あーなるほどね、大変だよね。レッツさんこんにちは。え、あったかいの今日。なんかさ天気があまりよろしくないじゃないですか今日。めっちゃ晴れって感じじゃないのよ関東。関東とか東京、そうあったかいのか、気温は高いみたいな。服装本当に困る、何着ようかなって感じ、難しい。しかもさ夜とか普通にさ寒いってか肌寒い買ったりするからさ、どうしたらいいんですかって感じ。新潟で18度もあるんだ、じゃああったかいね。東京もっとあったかいのか、気温まで見てなかったな。なんか今週はさ結構さ東京お天気悪いなーって感じなの、今のところ予報がね良くはないのよ。すごい悲しいですね。さてぞ落ちません、頑張って、ありがとう。明日は暖かいを超えるらしく花粉もみ、うわーマジか。昨日だかはこっちの方が関東よりも暖かかったみたい。あ、そうなんだね、むしろ暑いとか言って、やだん。白いアルパカさん、タッキーさんこんにちは。明日は東京21度みたいだけど日曜日16度。え、そうそうそう、なんかさすごいさ天気、お天気がって感じ、マジでやめてって思う。タッキーさん HP ありがとうございます。あー屋内よりも外の方が暖かかった。あーなるほどね。ゆきまるさんこんにちは。なんかさ昨日喋りすぎなのか花粉なのかわかんないけど喉がカサカサしてる今すごい。花粉か、うん、どっちもだろうな普通に。なんかなんだっけ、喋れるんだけど喉がなんかカサカサ、痛くないんだけど声が出しづらい。え、そうだから結構起きてから結構経ってんのに寝起きみたいな声だよね。普段と同じ感じで声が出ない。シャムさんこんにちは。ほらガラガラしてない、なんかガラガラとかガサガサ。私めっちゃ花粉症、ドド花粉症って感じ。なんか多分でも秋の方がやばくて、秋花粉、あの稲とかそういうのの方がやばいんだけど、まあ、春も多少は多分ある。杉とかダメなんだよね、杉花粉とか。シャムさんだるまありがとうございます。そう、私あの粘膜系のアレルギー結構コンプリートしてるレベルなので。そう、トラくんこんにちは。そう、ハウスダストアレルギーだから、ハウスダなんかあのちょっとこう掃除してホコリっぽくなったりするとくしゃみ止まんなくなったり鼻水止まんなくなったり目めっちゃ痒くなったりするし、あとだからあとアレルギー性鼻炎持ってるし、なんかそのスギ花粉とかあとブタクサいいねそうかもうマジでダメって感じ本当に。そうだから
弱い結構。そう一年中なの本当にずっとそんな感じ。だから余計に結構こまめに掃除したりとかするんだけど、あの家のね埃とかをこう溜めないようにはしてるけど。天使さんだるまありがとうございます。そうそうそう、新一さん、リベドラさん、こんにちは。ね、わかる。なんかさ飲んでないのに酒焼け感昨日一杯も飲んでないのよ。あの普通にソフトドリンク全部。イエーイって感じ。すごい勇気自慢やんです。病気っていうかねって感じだけどね。ゆめだらさんハートありがとうございます。そう結構ね弱いんだよね粘膜系は。でも鼻血は全然出ないっていう謎。そう鼻血出たことないのよ人生で一回も。なんか曲がり角で走ってきた友達とぶつかって鼻の中が切れてちょっと血が出たくらいはあるけど、うわこれは絶対鼻血出たみたいな感じでこうやって押さえてたけど一個も出てないっていうね。どういうことみたいな。山形かかしさんこんにちは。徳さんこんにちは。大変だ大変だ。実際なぜかヤンジスゲート持病自慢とか常用薬の量自慢が味わう。そうなんだ。徳さんハートありがとうございます。アルさんこんにちは。鼻止めるときは手術めるなんかさこうやって下向くでしょ。下向いてこうやって押さえてこうやってこうティッシュこうやって押さえとくでしょ。出たことないし出ないと思うけど一応知ってるよ。こう上向いたらいけないんだよね。あのこうここら辺で詰まっちゃうから。お祓いとか言ってたの。へー。友達もさ仲良かった子女の子なんだけどはもうマジでめっちゃすぐ鼻血出る子で、あの鼻のさ中を焼いてあれしてたにしてた。痛そう怖い。でもちょっと憧れるの鼻血出んの。あえとかやりたい。やんなやんな。やりたいとかじゃないから。ね。今日もう5日目か。なんか早いな。あなるほどね。焼いても効かなかったんだ。風広さんこんにちは。今日5日目なんかあっという間じゃない。明日明後日でおしまい。今日月曜日火水だもんね。いやー早っ。なんか意外と早くてびっくりしちゃってる。シューって出るのもいい。そんな感じで出る時もあるの。あと10分か。あと10分です。和弘さん
ペンライトありがとうございます。ひろひろしさんこんにちは。あ、バラありがとうございます。バラありがとう。中二のちょうど今の時期、前の席のとこがプリント配ろうとして、うわー、こうやって当たっちゃったんだ。ブンブンさん、のむさん、沼さん、こんにちは。大変だ。ともあきさん、こんにちは。犬もさつね、ワンちゃんも食べれるよね。食物繊維だからね。加工してなければさ、食物繊維だから、あ、で加工しても食物繊維なんだけど、あの加工してなければね、食べられるよねっていう。しんちゃろすさん、あけひろさん、こんにちは。こぎつねさん、こんにちは。みんなどうもこんにちは。花粉症まったなんか鼻をかみまくってたからどうなるか。うわー、やば、切ないねそれ。相手もびっくりするしね、自分だったらめっちゃびっくりするわ。えー、ごめん大丈夫、うん、あ、仕事中なので、ありがとう。しんちゃろさん、ポポロリポップありがとうございます。のむさん、沼さん、タオルリボンのたかひろさん、ハートありがとうございます。 BPM188 さん、あ、パンサー尾形さん、こんにちは。のむさん、沼さん、ハートありがとうございます。さつまいも系ドッグフードいっぱいあって、あ、そうなんだ、へえ。今ね、そういうのもさ、いろいろあるじゃん、種類が。あの離乳食とかもそうだけどさ、昔と違ってさ、ね、いろんなのがありますから、まあ、昔からね、いいのあったと思うけどね、なんか種類が格段に増えたような気がする。美味しそうなのいっぱいあるし、まあ、味薄いと思うけどね。1時間近く血が止まんなくて流しにつぶしながらやばいかもって、貧血になりそうだよね。トランプさん、こんにちは。トラ君、ハートありがとうございます。みんなありがとう。むっちゃん、こんにちは。やんろくさん、こんにちは、ハートありがとうございます。むっちゃん、流れ星ありがとうございます。ドラミュンさん、ハートありがとうございます。お先にステージ0を出してくれ、ありがとう。また夜待ってるよ。ひささん、バラありがとうございます。そう、イベントやってます。5日目です。今日あさってで終わりなの。そう、月曜始まりじゃなくて、あれなの、先週の木曜日に始まって今週の水曜日に終わるっていう。なんかいつもはさ、月曜始まりで日曜終わりだから1週間の始まりから終わりまでなんだけど、今回のイベントはね違うんだよ。そうだから、もうラストスパートって感じ。ケンゴロウさん、こんにちは。気がつかなくてごめん。いいえ、全然ありがとうございます。見てくださってありがとう。しかもさつまいも系ドッグフード人間が食べてもうまい。あ、そうなんだ、犬がちぎる取られてるってなるんだろうね、きっとね。確かに犬もね、甘いのが好きなのかな。
うわー、うー、めっちゃ痛い。ちょっと口に出して言うと痛そうだから読んだけど痛い痛いんじゃないかってね結局桃太郎さんハートありがとうございます。でめっちゃお腹鳴ってる、さっきから聞こえてるかもしれないけどめっちゃお腹鳴ってる。お腹空いた、お腹空いちゃった。起きてたくせに何も食べてないんだよね。お腹空いた、グーグー言ってる。お腹の虫、静かに、うるさいよ。だからが参加者も少なめ。確かに桃太郎さん、ドラミンさん、ハートありがとうございます。バンアディクトさん、初見さんこんにちは。茶太郎さんこんにちは。ゲンゴロウさん、バラありがとうございます。え、レモンラーメンって何、何の、めっちゃ美味しそう。いいな。いや食欲なかったわけじゃなくて、なんか食べ物がないの家に。あるんだけど、あ、食べる時間はなくて今食べてないんだけど。てかさ、食べる前にネイルとかしちゃってたから、なんか普通に順番間違えたなって感じ。これ後でやるよ。マダオさんこんにちは。そうだから、まあなんか食べます、後で。多分なんかあさればあると思う、さすがに。チュータさんこんにちは。みんなありがとう、こんな日中のさ忙しい時期。あ、ラーメンにスライスしたレモンのせ、あ、普通に自分でってこと、お店のやつとかじゃなくて。おしゃれ、最高だね、いいなね。美味しそうだね、ラーメン、レモンラーメン。今度やってみようかな。美味しそう。あのなんかレモンじゃないんだけど、原宿にあるラーメン屋さんでアフリっていうラーメン屋さんがあって、あの普通にカップ麺とかも出してるところなんだけど、そこのラーメンがあの柚子風味みたいなラーメンが、まあ、有名というかさ、売りなのね。そこ結構昔から好きで、なんかあの家族で東京来た時とかにたまたま多分食べて、ですごい美味しくて、そっからみんなでハマって、そう最近ね全然行ってないんだけど、たまには行きたいな。結構ね店内も狭めなんだけど、全部カウンターで、なんかほんとあの原宿駅のさ竹下口を出て、竹下通り入らないでそのまま左に曲がって、で道なりに行くとちょっとこう なんて言えばいいのかな、突き当たりというかで、ちょっとこう右向きにねカーブするんだよ道が。でその曲がったところぐらいにある、そんな急カーブじゃないから、直角に曲がってるわけじゃないからなんだけど、緩いカーブのところにあります。そう、美味しいよね。あ、やばい、40分になっちゃう。柚子の香り好き。はい、ということでちょっとすごい喋りすぎてギリギリ、次が20時からになりますので、皆さんまた夜よかったら遊びに来てください。ありがとう、平日の昼間からありがとうございます。みんな月曜日乗り切ろうね。またね、ありがとう。